では素粒子のです、ね、そをその量子力学的に記述するというのはどういうことかというのをちょっとできるだけ噛み砕いてあのあの説明してみたいと思いますまず用語ですけれどもあの古典的とか古典論とかっていう言い方がしますけれどもそれは量子力学的でないという意味ですでそうしたときに古典的な自由粒子 といううのののは次のようなも,のあのものですねつまりある位置から初速度を与えたらです、ね、このような軌道を粒子が描きます。で相で当、ね、ある時刻でここだったら次の瞬間はここ次の瞬間はここっていうふうにしてどん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 場所が正確に決まっていきます。で今力が受けていなければまっすぐ進みます。一方量子力学的自由粒子というのは次のようなものです。 そのの自由といいいうのは力を受けていないとか要はあの力が働いていない粒子の意味ですけれどもで量子力学の場合にはですね何か最初位置が決まったとしていても次ののの瞬間の位置というはは実は確率的にしか決まりまりせんつまりここから出発しても次の瞬間っていうのはどこに行くのか分かりませんだけれどもこういうふうにいろんなのがありうるんですけれども平均としては先ほど書いたような古典的軌道に一致するそういうふうな構造になっています。 で自由粒子つまり力が働いていないといった場合にはこういう分岐せずにですねなんかこんなものがうじゃうじゃって言ってるこんなものです。で,でこれ自身はですねあの、えー、とほぼあの波のように波がなんか一箇所に集まってるようなものがずっとなんか伝播しているようなそういうあの振る舞いをします。一方自己相互作用する量子力学的粒子っていうのはこんなものです。 先ほどとほぼ同じなんですけれどもだけれどもここにあるようにですね自分で相互作用するたびにこう1本できたものが途中で2本に分かれてまたくっついてとかですねそういったもののプロセスがあのいっぱいあります。で,でこんなものをいろいろ波として重ね合わせたようなものという重ね合わせものというのがです、ね、この自己相互作用する量子力学的粒子の軌道に対応しています。 でこれをですの1本の矢印というのはあ先ほど言いました通りいろいろ確率的にです、ね、こう動いているようなものというのをこう足し上げたようなものです。で,でそうしたもので,でこの量子力学的軌道というのはです、ね、この1本線に対応するものとかそれが分岐してまたくっついて、まあ、こういうのループっていったりしますけれどもループができている一つのループがあるもの。 こちらは2つのループがあるもので、こんなものを難民として足し上げたものというふうになります。で、例えばですね、あのあこれ以外にでもですね、あの光子を媒介にした先ほどの電子電子三乱っていうのも同じように書くことができます。つまり電子がこの班長を受けるとていうんですけれども、それは光子を1つですね、この1本のライン1本のラインといってもこういうものですけれども、それから ここから出てきた光子がですね電子を2つ出して正確に言うと電子と陽電子っていうふうになりますけれどもでまた光子になってでそれがその光子を電子が感じるというこういったものの足し上げになります。あでですねで一見こういうのをあのですねあのこういうのを 考えるとなんかあの破産一見破産してしまうんですけれども友永先生のたちのその繰り込み理論っていうのはちゃんとこういったものを有限にできるというのがあの繰り込み理論というものです。で,でそういうあの理論でそういうことを用いましてですね現在までに完成している理論っていうのが先ほど申し上げたとおり一方重力についてはそういうものはできていません。 それであの素粒子論のでは未解決問題ということについてお話ししていきたいと思います。まあ私,私自身はですねなんかあのまあこれが一番あのこういうのが現在やっぱあの問題かなと思うんですがも,も,もちろん人によっていろんなものがあの大事で大事な問題でどれをあの大問題と思うかというのは人によるんですけれども、まあ、こういうのが 私自身にはあのあの興味があるんですけれどもで例えばちょっとあの重力の話と一見脱線してしまうんですけれどもちょっとまあダークマターとかダークエネルギーについてお話しします。実際の宇宙観測からですね重力と相互作用を要する物質のエネルギーの割合というのはこのようになっているということが現在分かっています。 アイインンシュタインの関係式有名な E=MC 乗っていうのがありますからエネルギーと質量っていうのはだいたい比例関係にあります。まあ、これはあの止まっている場合の式ですけどねで,ですからまあ大体あのどれぐらいの質量のものがあるのかというそういう見方をしていただいても大丈夫です。そうしますと我々がもあのよく目にする通常の物質っていうのは実際のところ5%ぐらいしかありません。 であとはですねこのダークマターというものそれがダークエナジーというもので占められていますでこのダークマターこれ暗黒物質ですけれどもこれはほとんど重力としか相互しないような物質です一方このダークエネルギー真空のエネルギーというのはエネルギーのかさ上げに対応したものですですので,で,でどうしてこれが問題かと言いますとですねこの暗黒物質っていうのはほとんど重力としか相互作用しないという意味でですね結局の標準模型の中にはない 粒子です一方このシンコネレギーっていうのはエネルギーのかさ上げなんですけれどもこれはですねあの非常に小さいですもし,あるもしあのこれがゼロだったら別にそれはそれで何か説明ができるんですけれども非常にわずかにだけれどもあのゼロでなくあるというのが実際にですねあるとしたら出てきてしまう数よりもですねこの非常にこの小さな数になっています。 つまりです、ね 0. 0.000と言っていった時の0が120個続くようなものです。でちょっとインフレーションを飛ばしてですねちょっと重,力あの重力の量子化についてお話しします。まあ、重力というのはですねあの万有引力ですでこれはあの式で書いたのはどのようなものかというとこのようなあごめんなさいこのようなものなんですけれども、えっと、考えているのはどういう状況かというと質量が m1 の例えば 10kg のもの。 それから質量が M2 のもの例えば5キログラムのものとかですねそういったものを距離 R 例えば何キロメートルだとか何十メートルだとかですねそういう距離 R というので話しておいたしますそうしたときにこの二つの間に働く力というのはこのような式で表されますでまずこのマイナスがついているというのは単にあれですね数学的にこの力というのが引力だということを表していますでそしてえと これらまず分子を見ますと、まあ、比例定数 G はニュートン定数というものですけれども M1 M2 それぞれぞに比例していますですからこの M2 を止めて M1 を2倍にしたら2つの間に働く力というのは2倍になります一方 M1 を止めて M2 を3倍にしたらやっぱり今度は働く力は3倍になりますで M1 を2倍 M2 を3倍にしたらこれは6倍になりますで6倍になりますね。一方これ この距離 r に対しては r 二乗分の一というふうになっています。ですからこれは r が大きくなるとどん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 小さくなっていくこういうことを意味しています。で、この比例定数 g というのはニュートン定数というというものですけれども、このニュートン定数というのはとてもとても小さな数です。実際その平方根を取ったものっていうのはこのようなとても小さな数になっています。ですのでですね、これはあの重力というのは本来ものすごくとても弱い力。 ということです。で,しょうかですね。だから、あの、太陽が地球を引っ張るように、あるいは、に、あの、人間がですね、地球に引っ張られる。っていう、こういうのを、我々、あの、感じているわけですけれども。でも、人間が重力を感じるのは、単に地球も人間も巨大だからです。一方、素粒子っていうのは、非常に小さくて、非常に軽いものですから。ですから、標準模型を作っていく上では、重力の影響は、まず無視することができました。ですので、先ほどの理論っていうのは。 重力の影響はないそれは万有引力ですから全てに重力が働いているんですけれどもとりあえず無視しても何の問題もないので無視してできた理論が標準模型です。